テレビアニメ群青のファンファーレ優春ラジオ、皆さんこんにちは。テレビアニメ群青のファンファーレ有村雄役の矢野翔吾です。皆さんこんにちは、風波俊役の土屋慎馬です。この番組は好評放送中のテレビアニメ群青のファンファーレを盛り上げることに全てをかけているラジオ番組です。はい、もうあっという間に4月最後の配信だそうで。早すぎる。明日から世間ではゴールデンウィークなんですって。いや、ゴールデンウィークってしかもなんか最大10連休らしいですよ。10連休。10連休も取ったらもう仕事復帰したくなくなりますよね、これ。あるね。どうする、10連休あったら。沖縄とか行っちゃうかもしれない。星野リゾート、うん、星野リゾートなんか我々あのこのラジオ内で、はいはい、こう勝負してありますね。なんか9連勝がしたら星野リゾート、はいはいはい、だったよね。なんかそういう話あったけど、前倒しで行かしてもらいたいね。ね、そうそうそう、もうね、本当にあのどこまでラジオが続くかわからないけれどもね、多分9連勝できないよね。そう、無理ゲーなのよ。無理ゲーなのよ。でいつの間にか言わなくなっちゃったからさね、この話ね。いや、だってどっかでさ、あの帳尻合わせて、あ、行こう行こう行こう、そっかそっかちなみにね、はい、ジョッキーの皆さんは、うん、年末年始以外はまとまった休みがないそうです。忙しそうだもんね。なんか一応休みは取れるには取れるけど、やはりここはライバルということでご自身のトレーニングに当てるとかいろいろされるってことだと思うんですけど。そっかそっか。でもさ、確かにあの大間さんってあの朝5時くらいに起きるから、うん、その、 あの大間さんの体の時計、うんうん、体内時計にやっぱあの馬関連の人は合わせるみたいだから、ジョッキーも ね早いもんね。夏とかでもね時間が変わるっておっしゃってたしね。そうそうそうね。だから8時くらいに寝ちゃうらしいからね。いや大変だ、うん、でね、うん、今回はね特別会になってるん です、ね、オープニングトークはここら辺にして、よしよしよし、早速番組を進めていきたいなと思いま す、はい。本日はなんとゲストがお二人も来てくれています。しかもお一人はこう言ってのあの方。おう、もうね、あの方、はい、こう一点で、でもね、こう二点ぐらいあるんですけどね、うん、そうだね、華やかさが。あ、そうかそうか、そうそうそう、タコさんとかいるからね。そうですね、うんうん、そして、我々ねこのラジオでは男子校のようなノリをやってるんですけれども、はい今日はそんな感じでできるのかどうか。そうだね、そこは注目していただきたいポイントですね。だからちょっとね、いろいろ新馬くん、はい、お願いします。いやいや、俺はダメよ俺はダメ、はい、じゃあね、早速始めていきましょう、はい、テレビアニメ群青のファンファーレ優春ラジオスタート。テレビアニメ群青のファンファーレ優春ラジオ、改めまして有村雄役の矢野翔吾です。風波俊役の土屋慎馬です。それではゲストをお呼びしましょう。このお二人です。皆さんどうもこんにちは、天音グレイス役の花江夏樹です。わあ、皆さんこんにちは、下月エリ役の水瀬いのりです。よろしくお願いします。ありがとうございます。爽やか来ちゃいました。え、なんで花江君の前にファーっておっしゃったの。え、どうしたの皆さん。花江さん嘘くさすぎて。なんでそんなこと言うのよ。そんな一発目の自己紹介でめちゃくちゃ猫かぶるから笑っちゃいました。かぶってないですけどね。なんかこのあの二人のね、はい、あの雰囲気、あ、ね、なんかすごくこう爽やかだったので本当本当、それにちょっと触発されてしまいまして。あ、そういうことだ、はい、男子校ってこんな感じなんだ。どうなんだ。真逆ですよ。男子校もっとやばいね。やばいですよね。いや、でも本当爽やかなお二人で。嬉しいですね。ありがとうございます。来てくださって。こちらこそ、うん、もう早速ね、今、はい、猫かぶってるみたいな話が出ましたけど、もうそれぞれの関係性なんか、ね、ちょっとお話できたらなと思うんですけど、はい、僕は花井くんとは本当にデビューの時に遊戯王という作品で、うん、あのご一緒させていただいて、ね、はいはい、で他にもね、いろいろコンテンツは一緒なんですけど、うん、はい、現場でがっつりっていうのが今回が初めて。あ、そうかもしれない。確かに、だからなんかがっつりなんかその掛け合ったりとかね、っていう作品は本当初めて、うん、あ、そうなんですね。で、水瀬さんとはもう完全に今回の現場で初めてというか、でも本当にさっき年齢知りました。若く見積もっていただいて、めちゃくちゃ同世代ぐらいだと思ってたら、うん、
結構お兄さんでした、はい、びっくりしました。僕は水瀬さんとは初めましてですね、はいで、うん、それこそ僕もあの、うん、お互いの年齢を先ほどあの、ね、知ったんですけれども、はい、まあ同年代くらいで同年代でしたね、はい、ほぼほぼお願いします。で花江さん、しんばくんはもうあの昔からね、しんばくん白塗りしてる時から白塗りしてる、そんな昔からめっちゃさっき驚いてたじゃないですか。いやしてたよね。大丈夫だったけども、関係性が大丈夫。あれいつだっけ、初めて会ったのはですね、あれです、あの乙女ですね、乙女あのアニメの、あの、乙女ね、はいはい、はい、ですね。で一度あれが初めて花江さんと、うん、確か、あ、ん、いや、あ、そうだと思う、あれバレーボール、バレーボールが先かもしれない。バレーボールの時は、はい、あ、でもちゃんと喋ってないよね。あ、ちゃんと喋ってないです。で、僕が勝手にあの、うん、花江さんありがたいなって思ったエピソードがあるんですけど、ね。俺なんかここに来て、あの、いい話聞けちゃう、まあ。僕が落ちたオーディションの話なんですけど、スタジオオーディションで、うんうん、僕あの水を忘れがちなんですよ、いつも。はいはい。で、水も忘れても、はいはい、あのしかも汗かいてスタジオオーディションに駆け込んで、うん、でもボロボロだったんですよ。うんうん、時に花江さんがあの水をくれたっていう。いやなんかね、あの掛け合いで3人ぐらいで、あの同時に撮るやつで、はいはいはい、で俺あれシンバと一緒の組だったっけ、はい、で最初なんかこう3人で撮ってて、うん、であの僕先に終わってあの出たんですよ、うん、でシンバは残りのなんか役も受けるっていうんで、うん、あの残ってたんですけど、うん、あの水ないなと思って。そうなんです。でまあその時コロナじゃなかったんで、カラカラ、あの僕が飲んでた水良かったでしょ。そうなんですよ。これ頑張って、はい、素晴らしい、はい、なんかいいエピソードですね、はい、そうそうそう、そのオーディションを僕受かりました。あ、そう、えっと、シンバ君は、あ、落ちました。最後マウント取って終わる。優しさ、優しさが、ね、あったね、そういうのね。そうなんですよ。あ、懐かしいなそれ。水瀬さんと花江くんは、いや、もうほんとね、小学校も一緒で、小学校も一緒、はい、よくそんな息するように嘘つけますね。部活も一緒だったよね。そうですね、大会もね、うん、ラグビー部、ね、ラグビー部、水瀬さんラグビー部、ラの字も見えないですけど、うん、マネージャーとかにね、あのそうですね、いろんな作品でお世話になっていて、それこそ10代のね、あ、そうですよ、それも私をもう見てくださってますから、ね、それもね、アニプレ作品のね、そう、そう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 、アルドノアゼロっていう、ね、あ、懐かしい、ね、ロボットアニメでね、ありましたね、そう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 、なんですよ、でもかなり関係値は築かれてる、いや、もうあの、何でも聞いてください、あ、そう、そんなコーナーないよ。確かに、はい、今日はね、群風についてお話ししていけたらなと思うんですけれども、まずはお二人から見て、群青のファンファーレとはどんな作品でしょうか。まあ、結構ざっくりしてるんですけども、まあ、先にじゃあキャラクターのお話からいただきましょうか、ね、うん、じゃあ天音グレイス、花井くんはどんなキャラクターですか。天音はね、やっぱ最初ちょっと嫌な感じでね、みんなに対してこうちょっと強い言葉を使ってね、チクチクとこう言ってくるようなね感じだったんですけれども、こう3話でね、あのがっつり登場して、で3話の終わりではなんかいいやつになってるっていうね、なってた、うん、そうなんですよ、早いんですよね。ちょっとデレ要素みたいなね、あのエリに対してあったりとか、あとはこうなんだ、ユウにこう言われたことで自分の中でもこうまた熱がこう燃え上がって、でそれでこうみんなに負けないぞっていう気持ちがね芽生えてきたりして、うん、すごい、だからあの本当こう騎手としてのやっぱプライドはすごく、うん、ある子だなっていうのと、あとは周りのね、こうみんなのこういいとこだったり、うん、直した方がいいとことかを、うん、あのちゃんと的確に判断してこう教えてあげられるっていう、そういうなんかあの頭が切れる、うんうん、そんな子でもあるなっていう風にね思いました。ちゃんと海外から来たあの日本にはない騎乗スタイルで、ね、ヨーロピアンなんちゃらって言ってますね、参考にするようにみたいなね、言われてました。実力者なんですけれども、そうなんです。下月恵里は皆さんどういったキャラクターになりますか。はい、先ほどからね、こう一点と呼んでいただいていますけども、うんうんうん、この新入生の中でね、うん、唯一の女子というところで、うん、とはいえちょっと優のね入学のニュースによって霞んで、うん、しまったっていうのを本人が言うぐらいちょっとちゃっかりした性格というか、まああの自己 PR なんかでもこうみんなの財布を幸せにしたいっていう言葉を発していたように、うん、あの下宿ない主戦度というか、あの、まあ、生きていくためにお金は絶対に必要っていうのは私もすごい自分の性格ともリンクするなと思っていて、その目的がちゃんとあってそこに向かってこうプロセスをね作っていくっていう、まあ、ある意味こう堅実な性格なのかなと思うので、まあ、彼女がねこう女子
というその枠をこうあんまり意識せず、うん、あのこの競技には男子も女子もないっていうところを大切にしているので、うん、そこはなんかすごく彼女の覚悟を感じて、強さもあるけどでもなんかそういう気の強さっていうよりかは割とフランクでノリのいい子だなと思って演じてます、うん、すごいいい女の子よね、うん、ねえ、こんな友達欲しいなって思いますよね。なんかね、リミノスさんちょっと似てる感じはする。あ、本当ですか、うん、嬉しい。なんかサバサバしてるというかそうですね、うん、そうなんですか。そうですね、そうなんですよね、うん、結構ねバサッとこう切り捨てるもんね皆さん、うん、そうです ね、あんまりそのなんか慣れ合いとかではないかなと思っているので、うんうん、なんかこうやっぱこうね、優しさが時に人を傷つけますから、うんうん、そこは容赦なく切るべきは切るべきかな。切るべきは切るべき。だからその矢野さんはその前回かなんかでその女性とラジオするのが、うん、あ、なんか ね、書いてあって、いや本みたいなね、本人の前でこんな台本見せるみたいな、ね、でしょ。そうなんです。過去なんかないんですか、こうラジオ番組とか、うん、そのアフレコ現場で。アフレコ現場で、はい、本当に男ばっかりの収録現場なんですよ。女性がいる現場っていうのがまあなくて、当然お話をする機会もないじゃないですか。そうなんですね。で、他の現場で一回女性に話しかけてみようっていうコーナーを自分で作ってあの花粉症大変ですよねって話しかけてみたら、はいって言われて、で僕花粉症ならないんですよ、うん、いやなんで振ったんだ、そう話が終わるっていう、終わってたわ、事件を起こしまして、返しやすいようなね、ちょっとね、そうなんです、そうなんだ。でも言うてね、ちゃんとあの MC してるからやっぱさすがだなって、そうそうね、思います。あのちゃんと割り切ってあやってでもでもね、でもね、あの思ったの、オープニング聞いてて、はい、結構台本読みすぎ、台本に作家さん書いてあることをめちゃめちゃずっと読むからさ、うん、もっといいんだよ自分を出して、うん、ゴールデンウィークとか俺には関係ねえし、あなるほど、連休知らねえよみたいな、そうそう、自由にやっぱり、そうか、言っていいんだよ、そういう山さんも、皆さんみたいに皆さんなんてもオープニング行ったらもう、じゃあエンディング行きますか、そうなの、めちゃくちゃじゃん、5分で終わったりとかね、いやいやいや、5分でちゃんと30分番組持ってますかレギュラーで地上波で地上波しっかりそろそろエンディングのお時間、エンディングの時間だね、やばい、楽しかったね今日も、本当に盛り上がっちゃった、まだまだ話したいんですよ、まだまだ、はい、そうですね、まあ、これ台本通り言っちゃうんですけど、はい、自分が演じるキャラクター以外で気になるキャラクターはいますかと、うん、まあ、さっきあの花井くん演じるグレイスはですね、はい、あのエリちゃんに対してすぐ赤面しちゃう、あ、そうね、ありますけど、お二人 の、 あの気になるキャラクターいらっしゃいますか。まあ、僕はですね、結構アキくんと一緒にアフレコすることが多いので、アキくん結構気になりますね。あのアマネもそうですけど、アキも結構ガンガン言うんで、まあそうぶつかり合ったりとかして、結構なんかちょっとまあ喧嘩じゃないですけど、そういう言い合いになったりとかするんで、うん、でもあのアキも結構可愛い部分がね、あったりとか、あのちょうどこの最新話ですか、で、あのなんだアイドルファンという、あ、うん、そういう一面が見えたりとか、うん、なんか可愛いなみたいな、なんか一つの作品にしかも男枠でツンデレが二人いるみたいな、そう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 、またちょっと違った毛色のね、なんで結構気になってますね。はい、ですね、エリはいかがですか。そうですね、私も最初はそれこそね、ちょっとコーターと、うん、あの割と絡むシーンが多かったっていうのもあって気になってたんですけど、うん、もう最近はやっぱりどのキャラクターも個性が際立ってきて、うん、私もアフレコをご一緒するのは結構ハヤトと宗次郎が一緒のことが多かったりするので、うん、はいはいはい、お二人の掛け合いを聞くのがねすごい楽しみになっていたり、また全然ノリの違うキャラクター同士なので、なんか二人のこうコンビネーションがすごい効いてて楽しいなと思ったり、あと個人的にはシュンがあのアフレコでご一緒してないんですよ。そうですね、なのでいつもそのオンエア最新回を見て、こうブラウン管を通して、スピーカーを通して聞いて、ブラウン管で見てるの古いですね、もう終わってますよアナログ放送は、叩かないといけない、あ、そうなんだそうだよ、ちょっとあんま認識がなく、まあ、テレビですね、はい、テレビで見てあの聞いて、あ、これがこう、まあ、スタジオの外からねちょっと聞こえてきたりはするんですけど、うん、スピーカー、はい、ヘッドホン越しとか、あ、でも実際にこう芝居を生で聞いたことがまだないので、そ う、 ね、そう、またねこう来たる日が来れば、イベントとかもしあればね、なんか生アフレコとかして一緒に掛け合ってみたいなっていう気になりはしてます。やったー、はい、嬉しい。もうずっとあの水瀬さんが、ね、あのキャラクターの話してる時に、うん、俺に来い俺に来いって心の中でずっと言ってたら一瞬で言ってくれたし、犬みたいな俺の立場も考えてね。ちなみに競馬とかってお二人ってあの今まで見た経験とか馬券買ったことあるよとか。よくないんですよ。
でもやっぱちょっと興味出てきてさ、ね、うん、これだけなんかこの競馬学校で、やっぱ結構華々しい感じがするじゃないですか、はい、レースとか見てると、うん、でもなんかこんな地味で辛いことをずっとやらないと上り詰められないんだっていうところで、やっぱなんかこう見方がちょっとね、このアニメ見てからだとまた変わるのかなっていうところで、うん、すごい気になってます。あ、ね、その馬の状態をやっぱ読まなきゃいけなかったりとか、うん、馬とどこまでつながり合えるかみたいのがその騎手の方にかかってるっていうのが、うん、はいはい、やっぱりすごく繊細かつ大胆というか、うん、なこうお仕事というかね、うん、こう選手のあり方なんだなと思って、私もすごいこう今まではやっぱ馬を見ていることが多かったですけど、うん、はいはい、そこにこう騎乗されている方がここまで来たっていうのがやっぱりこのね、同じように学校を出たりしてるんだろうなと思うと、ねえ、すごい努力の結晶なんだなと思って、ちょっと今もうね見てみたいなと思ってしまいます。いや、もう行きましょう。あの今あのやってる、そうなんですよ、あの直談判してるところで、今ちゃんと行っていろんな人の署名を募れば、うん、アニプレさんが連れてってくれるさ、嘘、行ってみたいですよ。行きましょう行きましょう、ね、うん、はい、ということでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。4人集まったもん、うん、さあ、そしてですね、まあ、今その競馬学校の候補生を描く作品っていうのはあまりないと思うんですけども、うん、まあ、4話が放送されているというところで、うん、まあ、ハヤトがね最後沈んだ様子でみたいな終わり方をしていましたので ね、まあ、次5話以降どうなるのかって、はい、もっともっと踏み込んだ内容になってくる展開が待ってますので、うん、皆様お楽しみに、うん、はい、それではここで皆さんからいただいたお便りを紹介していきますよ。はい、はい、それでは1つ目いきます。めいちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。矢野さん、土屋さん、そしてゲストの花江さん、いのりちゃん、こんにちは。こんにちは。アニメ第3話を見ていて、クールで爽やかで英語も喋れるけれども女の子には弱いアマネ、ボーイッシュな女の子だけれども、うん、テヘペロッと言ってしまうようなおちゃめなところもあるエリ、二、うん、人ともめちゃくちゃギャップがあっていいなと思いながら見ていました、うん、皆さんはこれから先の物語も含めてどの子が一番ギャップあるなと感じますか。うん、まあ、さっきもねちらっとお話出てきましたけども、うん、まあ、秋とかはね、うん、本当にツンデレと言ってもいいぐらい、うん、あの4話ではユウのファンだったみたいな、うん、ね、誰だろうな。僕朝日教官、まあ、あの喋り方じゃないですか、はいはいはい、まあ、ちょっとカタカナ英語というか、うんうん、あれでねなんかあのすげえ真面目なことを言う回が今後あるんですけどなんかね真面目なんだけどちょっとやっぱ笑っちゃうなっていう真面目な時はそれやめるのかと思ったら続けるんだって、続けるんだって、なんか最初頭に入ってこなくて、ね、確かにっていうところでなんかね、野平教官が G をすごい苦手だって、うんうん、あ、ね、確かに大人キャラもね意外とやっぱみんな面白いからな、タコさんもね含めて、いや本当にね、いろいろとギャップがありますが、うん、なんかね共感って言ったら怖いイメージとかあるけど、うん、全くそうじゃないキャッチーさがあるからね、厳しい中にもなんか情があるのかなってのが見えるとなんかほっこりしますよね、うんうん、はい、じゃあ続いてのお便り早速いきますか。土屋さんにつけてもらいたいですさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。アニメの放送前に公開されていたキャスト動画で水瀬さんは、うん、エリのおすすめポイントは親近感だとおっしゃっていましたが、うんうん、はい、エリちゃんの親しみやすさを出すために演じている上で気をつけていることは何で、何かありますか。おー、ありがとうございます。そうですね、うん、なんだろうな、まあ、でも結構そのフランクさみたいなものはやっぱり大事にしていて、うん、はいはいはい、結構、まあね、あの空間にもし自分がね、まあ、今ちょっと人数は、ね、そんな多くないですけど、うんうん、男性メンバーの中に今自分がいるっていうことを冷静に考えるとやっぱりちょっとこうね、うん、今まあ仕事だからっていうのもありますけど、はい、じゃあここでみんなこう昼夜ともにね生活していくぞってなったら、うん、やっぱり少なからずいろんな違いがあるし、うん、そうですね、うん、っていうところも見ながら、でもエリは、うん、こう私は私っていうものを多分モットーにしているキャラクターなので、うん、なんかそこはこう物怖じせず、うん、私も君たちを別にその男子として接するわけじゃないからそっちも同じように接してっていうのを、うん、なんか見えないけどそういう言葉の端々とか行動で見せているんじゃないかなと思うので、うん、なんかそのあたりはあんまりこう可愛く作るっていうのはなくて、うん、自然体に演じることで、うん、あとまあセリフもねすごいめちゃくちゃフランクに書いてくださっている脚本なので、うん、そこにもめちゃくちゃ助けられているかなと思います。うん、僕はあの水瀬さんと一緒に収録、うん、
入った時に、はい、あのお馬さんに乗ってる時に、はい、このマイク前でちょっと上下運動されてる、はい、たと思うんですよ。そうなんですね、あれしてるしてる、いや皆さんしてるよ、してるしてるしてる、無意識体があの上下に、つま先がなんか、かかとが見たり乗ってんなと思って、乗ってんな、恥ずかしいですね、そうなんだ、それ無意識なんですか。全然無意識です。すげえ、すごい、いやだやだ、やべ、これよ、これか、これやっぱ参考にしなきゃいけない、そうか、それ見てすぐパクったもんな、本当に言えるよ。いやじゃあパクって、いや意識的にやってたらまだ甘いのよ。誰なんだよ、私やってましたか、これよね、やっぱ小学校一緒に出てるだけあるんだよね、昔からそうだよね。上下運動する子だったね。無意識にね、乗りがちな幼少期だったのかもしれないね。いや、まあ、でも割とね、そうやって体を動かしながらね、やった方がね。そうですね。でも確かに無意識にね、やってた。うん、そうですよね。うん、結構見られてるんだな。見てます。見てます。そうなんだ。俺も見てみたいな、上下運動してるところ。一緒の組にね、なれなかったから、ね。そうですね。じゃあもう一つね、行かせていただきましょう。はい、サンデーエレファントさんからいただきました。ありがとうございます。3話見ました、うん、グレイス君はクォーターで青い瞳が綺麗でした、うん、イケメンなのに女子に免疫がないなんて可愛すぎます、うん、無断外出を隠蔽しようと画策する同期組、うん、こういう悪巧みをする時ってなぜか一体感が出ますよね、うん、皆さんはそんな経験ありますか、うん、悪巧み、悪巧み、一体感ね、うん、ちなみにあの作品中に無断外出、うん、あれ見つかると即退学級のペナルティーだな。めちゃくちゃ厳しいですもんね、ポイントがみたいな言ってましたね。やるなって言われたらやりたくなっちゃうっていうのがありますけど、確かに、しかも夜になんかこう学校を、うん、ね、まあ、抜け出すとか、うん、まあ、その、まあ、お祭りとかでもいいですけど、はい、なんか夜に子供が外にいるっていう状況がまずなんかちょっと非日常的で、うん、確かに、なんかこうそわそわ悪いことしてる気分になるってのは幼少期ありましたね。なんかあったっけな、心拍いっぱいあるでしょ、え、そう、そういうイメージ、うんとか悪だくみ、なんか、いや俺そんな悪い子じゃないんで、悪だくみか、うん、あります、なんだろうね、なんかサプライズを仕掛けるみたいなので結構こうみんなでこう打ち合わせして、うん、もう綿密にやるとかは結構あるかな、うん、サプライズ得意な、サプライズ得意ですよ、そうなんだ、すごい得意、うん、過去どんな、過去、うん、やっぱりもうまあ、お店とかでね、はいはい、ご飯食べる時とかに、うんうんうん、まあ、ちゃんとこうケーキ予約してとか、 あとプレゼントを先にあの、お店に入って店員さんに渡しとくとか、スマート、うん、なんかそういうのをやったりとかね、しますね、それサプライズ好きですね、サプライズ好きだね。じゃあアルバムとか結構作るタイプですか。アルバムは あの送る用のね、あ、そうです、アルバム作りますよ。あ、そうなんだ、結構ね、やっぱりね、やっぱそういうの楽しい。あ、花江さん、うん、僕も結構同じタイプかもしれない。あ、本当に、はいはい、2人もいた、そう、うん、僕もサプライズ好きだから好きそうだね。そう、ああこの間あの千秋くんって、うんうん、小林千秋くんの、はいはいはい、あの個人ラジオに行った時に、うん、なんか偶然僕、うん、あの雑誌買った時に、うん、千秋くんの、うん、表紙のね、はい、表紙のやつ買った時に、うん、あのなん、アニメのあのお店、うん、なんて言うんでしたっけ、あのアニメのアニメイト、アニメイトに、アニメイト、ね、アニメまで出てた、そうそうそう、でその時に特典であの千秋くんのクリアファイルをゲットしたんですよ。そうで、それをあの収録中に取り出して、そう、あ、いいね、すごいね、びっくりしてたって知らなかったから、サプライズをね仕掛けましたけど、へえ、サプライズすごいですね。みなすさんはそういうの得意だったりするんですか。いや、私そのサプライズ殺しなのでそのリアクションがってこと、そうそうそう、あの皆さんね、サプライズで、はいはいはい、誕生日ケーキとかやっぱラジオにこう入れてくださったりするんですけど、もうその収録日が誕生日に近いと分かっちゃってるし、うん、そうだよね、だからそこでなんかね、あるよね、そう、作れなくって、うん、だからそれこそ自分でね、お世話になってるラジオ番組とかはもういたずいてて、ケーキが、うん、そう、もうオープニングからずっとあって、うん、今年はこんなケーキを用意してもらいましたっていうテンションになっちゃうので、うん、どうしてもこうおめでとうみたいな、うん、空気、あとフラッシュモブとか無視されたらもうどうしようと思って、まあ、難しい、あれは恥ずいっすよね、あれね
そう、ケーキが板付くなんて初めて聞いた。もうちょっとね、あのリアクションしやすいこうケーキとかね。そう、確かにね。そうか、もう本当になんかプレゼントボックスから誰か出てくるとか、それぐらいやってもらえたらいい。やっぱなんかちょっとね、あの、まあ、もちろんお祝いしてくれるのは嬉しいんですけど、結構なんかその惰性でやってるやつもたまにあるのよ。惰性ケーキが来るとか。そうなのよ。それアニラジのね、悪いところ。出た。アニラジに厳しいから。知らない。めちゃくちゃ厳しいのよ、アニラジに。ありがたいんですけどね。そうなんだ。ありがとうございます。いや、今後もしあるかもしれないですね。楽しみですね。サプライズね。はい。ということで皆さん、たくさんのお便りありがとうございました。引き続きアニメへの期待、僕たちへの質問メッセージ、競馬やジョッキーについての豆知識などなど何でも送ってください。テレビアニメ群青のファンファーレ優春ラジオ、群青のリプライ。こちらは皆さんからどうすべきか迷っていることや背中を押してほしいことなどのお悩みを送ってもらい、僕たちがお返事をしていくコーナーです、うん、今回はですね、4人でこのコーナーやってきますよ。で、最後にあの僕たちのキャラたちの声をね、うん、やって背中を押していくので、うん、皆さんよろしくお願いします、うん、はい、ではやっていきますか。はいはい、では早速こちらからいきましょう。にゃこふさんからいただきました、うん、ありがとうございま す。最近ワンちゃんの可愛い動画を見るのにハマっていて、うん、自分でも飼いたいと思っています、うん、でも生き物を育てるのは大変だし、うん、大きな責任もあると思うので、うん、どうしようか迷っています、うん、皆さんはペットは飼われていますか？よかったらアドバイスをください。なるほどね。もうシンバ君はね、はい、ワンちゃん飼ってますけど、うん、そうなんですよ、あのトイプードルでちょっと入って2歳で、2歳、もうね本当にもう赤ちゃん、あ、可愛いね。もうすごい、もう今日も、うん、あのお家出るときにずっと行ってきますって言うと自分でゲージに入ってって、で、いい子、そう、早く帰ってきてねみたいな感じで、うわ、そう、泣けてくるんですけど本当にね、もう溺愛してて、はいはいはい、もうずっと大体もうインスタやってるんですけど、うん、まあ自分の顔を上げるじゃないですか、うん、で本当は、うん、自分の顔じゃなくて犬の顔を上げたい、うん、でも犬であのフォロワー稼いでんじゃねえとか言われたくないから上げてないですけどそうそうそう、親バカな感じにはねなると思いますけども、でもいいですね、はいはい、優しい気持ちになるし、うん、確かにね、可愛いね。でお二人は飼われたこととかあるんですか？私はおばあちゃん家に猫がいましたけど、うんうん、自分の家では飼ってないですね、うち猫飼ってますね。お、あ、そうですよね、兄貴、めちゃめちゃ可愛い。え、オスメスどっちですか？あのオスメスどっちも、あ、どっちも、そうそうそう、あ、それはいいですね。でもカメラ好きなんで結構、うん、あのバシバシ撮ったりとかして、ほんとやっぱ、ね、いい表情すんだよね。うわ、うん、カメラ好き、親バカなのかわからないけど、いやいや、そうだ、ツイッター猫ボットですね。いや、そうなんですよ。そうなんです、ね、もうやっぱ可愛すぎてさ、はいはいはい、でも猫って懐くんですか？あ、懐く、全然懐く。あ、そうなんだ。あ、でも、まあ、性格によると思いますけど、あ、まあ、気まぐれなイメージありますからね、うん、気まぐれなとこがいいんですよね、まあ、確かに、そうそうそう、そこが良さ。アドバイス的に言うと、うん、いや、あのね、これは結構、まあ、厳しめに言うと、うん、まあ、どうしようか迷っているならやめた方がいい。あ、なるほどね、うん、まあ、確かに結構あの、ね、ここにも書いてある、うん、育てるの大変だし大きな責任もあると思うので、うん、だベッドにたとえ何があったとしても、うん、完全にそこをもうちゃんと責任持てるっていう、うん、あの覚悟と、ね、あと本当お金とかもね、もちろんね、うん、あの かかるんでね、そういう面で全部ちゃんとあの安心できた時に、まあ、本当に欲しかったら買ったろう。素晴らしい、すごい、本当に。でもそうですよね、うん、なんかその僕一人暮らして仕事もあんま、うん、あの順調じゃない中で飼い始めたんですけど、うんうん、なんか飼ったら、うん、もう家族みんなが、うん、あの総出で僕がいない時とか入ってくれたりとか、いいですね。みんな僕の家族、僕の部屋の合鍵持ってるんですよプライバシーないですそう、でもね、あの、うん、もしそのニャコフさんが、うん、もしその家族の協力とか、もし確かにね、近くに住んでるなら安心ですけどね。はい、じゃあ、ね、キャラクターたちがね、はい、なんと答えるのか、うん、はい、皆さん準備はいいでしょうか？はい、はい、大丈夫です。いますね。動物の動画ついつい見ちゃうよね。俺もいつか犬を飼ってみたいなって思ってる。わかる。可愛い動画撮影して公開したら広告収入で稼げるかもだしだが責任は伴うからな。自分のライフスタイルを見直した上でチョイスするべきじゃないか？そうだよね。その子が体調を崩したりした時にちゃんと看病してあげられる環境にあるとか、家族や身近な人とも相談してから決めたらいいんじゃないかな。
はい、ということですね。すごい考えてくれてるんだこのセリフ、うん、ちゃんと。ねえ、すごい。贅沢なコーナーですね。エリーいいですね。ね、ちょっと本当にエリーだ。私は持ってないよ。そうだね。私は持ってない。広告収入すげるか。そういう時代だからな。すごいな。でも結構あの僕らの回答ともなんかつながってる、うんうんうん、こともあったね。確かにね、うん、ねちゃんと命ですから ね、 ですね、うん、ちゃんとあまねがねそういう発言をしてるっていうのがいいですね。本当だ、しっかりしてる、うん、はい、じゃあ続いてのお便りいきますね。はい、はい、ひまりさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは、うん、こんばんは。私が迷っていることは髪を切るか切らないかです、うん、私は今年成人式があったのですが、コロナの影響で3月にあったものが延期になり11月にすることになりました、本当は成人式を終えてから胸くらいにある髪をバッサリ切り、ボブにしようかなと思っていたのですが、まだ悩んでいて、とりあえず来月に予約を入れたので決めなければと思い初めてメールさせていただきました。かわいい、やっぱり女子の意見は ね大事だと思います。でもね私もね、はい、あの偶然にもね髪を初めて短くボブに切ったのが20歳の時で、うん、そう、それこそアリプレックスさんの作品でボブの女の子を演じてたんですけど。そうなんだ。そうそう、その前どんくらいあったんですか。それぐらい前は結構ありましたよ、背中背骨肩甲骨越えぐらいまでは。そうあって、でもバッサリ切って、まあもう個人的にはその似合う似合わないじゃなくて、なんかもう環境を変えたかったというか、っていうのでもう新しい自分になりたいみたいなこうきっかけもあって切ったので、もう今だったらねこうなんか骨格とかなんかいろいろあるじゃないですか、パーソナルカラーとか。もうその当時はまだそんなのもあんまなくて、何が似合うかどうかもわからないままやりましたけど、やっぱりなんかいい経験にはなって、やっぱこう新鮮ですしね、毎日自分がこう鏡で乾かしてた髪が短くなってとか、なんかそういうことも女の子の楽しみでもあるのかなと思うので、なんかやるなら早いうちがいいんじゃないかって私は思っちゃいます。なるほど。それからねどんどん大人になっていく中でこう自分のなりたい自分とかが見え始めてくるじゃないですか、どんな大人の女性になりたいとか。そうなった時に多分こう今よりさらに思いとどまっちゃう気がするから、冒険は早いうちにかな。ちゃんと相談に答えてくれてる。すごい、ね、やばい。俺らちょっと改めねえと恥ずかしくなってきたわそんな。そうでもやっぱりさ、メールを送ってくるってことは、綺麗って言ってほしいじゃん。確かに、あ、背中を押してほしい。心理がね、そうなんですよね。そうだ、ここで4人に背中を押してもらって切るぞっていう、そうね、あ、いいですね。じゃあもうね、あの、言ってきますかセリフ、ね、そうだね、そうですね、はい、ボブのフォルムかわいいよね、髪短いと乾かす時間も短くなるし楽だよ。悩むってことはロングも気に入ってるってことなのかな。ボブとロングの中間くらいにしてみるとかはどうかな。ロングの子がポニーテールにしてると本当にお馬さんの尻尾みたいだよね。これから暑くなるし結べる長さのまんまっていうのもいいんじゃないかな。女性の髪型はノーコメントだが、悩むくらいなら一度ボブカットにトライしてみたらいいんじゃないか。はい、あまねちゃんと答えてるやん、なんか常識人みんな結構意見がねバラバラで ね、 ね、確かに。でもやっぱりね、ボブ乾かす時間も短くなるしね。そう、確かにこれから暑くなるから、本当にちょっとやっぱり夏だしね、エリと似てますね、そうですね、すごいシンクロしてしまった。じゃあ、ね、ひまりさんは早速予約していただいて、はい、そうですね、楽しみ、どんな姿になるかな。はい、じゃあもう一つね行ってみましょう、はい、ホッシーさんからいただきました。ありがとうございます。社会人になってしばらく経ち、自分にも後輩ができるようになってきました、今まで永遠の後輩ポジションだったので、後輩の子たちに教えられるか不安です、人に説明したり指導したりするときに気をつけるべき点があれば教えてください。これね、始まる前に花井君とも話してましたけれども、年下の後輩がいっぱい増えてきたね、なんて。確かに。どうですか？これやっぱりね、僕もあのデビュー当時から5年ぐらいはね、ずっとあのもう最年少ポジだったんですよ。後輩ポジション。結構ね、そうそう、周り先輩だけど、最近はね本当にね、結構半分ぐらい年下とか後輩がね増えてきて、なんかあの新人の頃って、本当目の前のことに集中して、あの一生懸命やってればよかったんだけど、あのだんだん後輩が増えてくると、
なんか後輩からこうどう見られてるのかなっていうちょっとプレッシャーがねあの増えてくるんですよ。なんかああこんなもんかって思われないようなあの人になりたいなっていうなんかそういうねあのことになってくるんで、なんであのできる限りあの自信を持つこと、できる限り堂々として、だから教える時もちょっとこう自分の不安をあんま伝えないように、ちゃんとこう堂々とアドバイスしてあげたりとかっていうね、いいんじゃないですか。参考になる、ね、なるほどね。どうですか皆さん、結構複雑なんじゃないの、 そのそうですね、私もデビューが早くて、割と、まあ、なんだろう、見た目とかではなくていつまでもこう、まあ、20代前半ぐらいのイメージを持たれてる方も多い中で、私もだんだんこう後輩が増えてきて、それこそ私はどちらかというと、なんだろうな、コミュニケーションを自分から円滑にできるタイプではないんですけど、でもあの割と去年一昨年ぐらいからやっぱ現場でレギュラー一緒になる方が、まあ、年上だけどキャリアで言うと後輩みたいな、一番難しい難しいよね時とかもあるんですけど、でもなんかまあ率先して割とこう話しかけたりとか、あの一緒にワンクール頑張っていきましょうみたいなことを一言かけるだけでも、やっぱりこうちゃんとコミュニケーションを取れたっていうことにはなるので、せっかくね今まあ分散収録も続いてるんで、同じ組になった方とは話したいなっていうのは意識してますけど、難しいですよね。結構こう後輩から先輩に声をかけに行くべきだみたいな考えが僕教えられてきたんですけど、先輩から後輩に声をかけるのと後輩から先輩にかけに行くっていうのはどっちの方が助かるんですかね。そうだね、俺はでも話しかけてくれたらすごいそっからあの会話するから嬉しいけど、そうだね、本当人によるよりますよ ね、 そうですね。皆さんと一緒になった時は絶対も話しかけてくれないなって思って、かなえさんだからじゃないですよ。嘘、本当そんな面倒くさがられてる。違う、心の中ではめちゃくちゃ話したいし、なんならもうそのね10代の頃ご一緒してたあだ名で呼びたいですけど、なんかそれをいつまでも引きずってんのかって思われるかなとか、いろいろ考えて結果の会話で終わってしまう。そうそうそう。ちなみにそのあだ名はなんて？花穂。花穂？花穂っていう。花穂。稲穂っていう役をやってたから。そうそう。稲穂役の花江さんで花穂です。そうそうそう。あんま気に入ってないのかなとか。レレルリッツォだったから。そう、私はイノリッツォ。私はいつまでもあの呼び名を続けたいんですけど、さすがにほら、アナさんのね、もう全然あるかなとか思って、そうそうそう、私は大事にしてるんですよ。そうですね。だからお互いやっぱこう心の中で思ってる場合があるから、だったら言った方がいいと思う。確かにね。そうそうそう。ちょっと羨ましいな、なんかあだ名とか。シンバ君でもさ、語彙力高いよ。いや、めちゃくちゃだってもう。そんなことないですよ。愛嬌が。すごいですもん。いや、あの本当に日本語が下手くそすぎてそんな でもこの優秀ラジオでようやく徐々に日本語力が上がってきてるんだよ。だって花江君、この現場で久しぶりに会った時、おはようございます、よろしくお願いしますってめちゃくちゃリセットで入ってたから。いやでも確かにリセットは入るかもしれない、久しぶりすぎたら。そしたら花江君が普通に話しかけてくれたから、あ、覚えててくれたんだとか。あー、そっかそっか。だから全部の今の言葉がね、俺は胸が痛い、胸が痛い。でも人見知りの方やっぱ多いですし、みんなが多分ね、みんな多分なんかそんないけるって人たちじゃないからこそ、勇気を出すといい結果がもたらされるかもしれない。キャラクターたちはどういうアドバイスをくれるのか、大人な質問やってみましょう。はい。後輩のことをよく観察していれば、どんなヘッポコでもおのずと教えるべきものが見えてくるんじゃないか。あ、まあね、言い方けど、相手をよく見てあげるのは大事だよね。あと、自分が新人だった時に困ったこととか、わからなかったこととかを思い出してみるといいかも。あ、わかった。教えようと思うと難しく感じちゃうかもしれないけど、一緒にやってみようって声をかけてみるのはどうかな。今まで永遠の後輩ポジションってことは、きっと親しみやすい人なんだよね。そのキャラクターを生かして何でも質問してねっていうオープンな雰囲気を作ったら、後輩ちゃんもお仕事しやすいんじゃないかな。はい、ということで、なるほどね、はいはい、オープンな雰囲気ね、大事だな。大事大事。確かにね、フランクな先輩って、やっぱ現場のムードを明るくするから、先輩感を出さないっていうね。うんうんうん。なるほどね。じゃあ、でも翔吾くんとかは、僕と結構あの年齢違う
ですけど、うん、もう僕ほぼあのタメ語の時ありますよね。全然だからなんかあの嬉しいすごくこう接しやすいというか感じだから、確かに先輩先輩されすぎるのもね、どうかなってなっちゃうから、うんうん、逆に同じぐらいの気持ちで話せる方がいいのかも。楽しい。じゃあ浪川さんとかが結構僕多いんですけど、収録、うん、話しかけてくださるんですけど、うん、もうかしこまりすぎちゃって、マジで申し訳ないなと。で、あの花江くんと浪川さんすごい仲がいいじゃないですか。うん、で今度サウナ行きましょうみたいな、うんうん。マジで加わりたいけど加われない自分に。浪川さんは本当だから、うん、あの言うならば初級編だよ。初級編。ミニな。そう。浪川さんでまず慣れていこうっていう。浪川さん超えられないと次にはいけない。浪川さん超えられなかったら誰も超えられない。浪川さんはもう何でも受け止めてくれるから。バカでかいから本当に。どんなシュートを打っても入るから。そうか。大丈夫。偉大な先輩ですよ。うん、そうなんですよ。そう。次も一緒になったら自分から声かけいくわ。反省してるじゃん。全力で受け止めてくれます絶対。超大変ですねから繰り返される悲劇。頑張ってください。頑張ってください、はい、以上群青のリプライでした。お送りしてきました優春ラジオ第9回放送があっという間にエンディングのお時間です。ここでテレビアニメ群青のファンファーレからのお知らせです。まずは放送情報です。オリジナルテレビアニメ群青のファンファーレは東京 MX、BS11、群馬テレビ、栃木テレビ、MBS にて放送中。アベマ他各サイトで配信中です。今週末4月30日土曜には第5話が放送です。そしてアニメブルーレイ& DVD の発売も決定しています。こちらは全6巻で6月から発売。さらに沢野博之さんによる劇版を収録したオリジナルサウンドトラックは6月8日発売です。またブルーレイ&DVD 第1巻の特典 CD に収録される翔吾くんと僕が歌うキャラクターソングボリューム1 Fly High の PV が公開されていますので、こちらもぜひチェックしてください。 JRA と群青のファンファーレのコラボサイト始まりのファンファーレも公開中です。楽しく競馬について学べる有村くんの競馬ノートや桜井貴弘さん取り下ろしボイス満載の朝日教官の復習テストなどのコンテンツが公開されておりますので、ぜひ競馬について学んでみてください。その他最新情報は公式ホームページや公式ツイッターをご確認ください。さてこの番組では皆さんからのメールをお待ちしています。作品へのメッセージや我々への質問などの普通お便りに加え、各コーナー宛てのお便りもお待ちしています。メールは番組ページのメールフォームから簡単に送ることができます。直接送る場合アドレスはfanfare@onsen.ag です。またハッシュタグはぐんふふをつけてください。群青の群にふふはカタカナです。そして次の配信は来週5月5日木曜日5月5日木曜日です。はい、ということでですね、うん、はい、第9回の収録、うん、ゲストお二人来ていただきましたけど、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。率直に収録いかがでしたか？いや、もうはい、二人の爽やかな感じが伝わってきて、ほんとほんとなんかいいラジオだね。ねえ、なんかこれを機に名コンビがね誕生しそうな空気を感じました。マジっすか？し、うん、なんか私もそのなんか自分が少なからずこうちょっと年上になるっていうのを感じる現場でもあったので、うん、なんかそれも含めてちょっと新しい感じだったなと思いました。ただ一つ気になったのが、あれ群青のファンファーレじゃなくて、うん、ファンフェア出た出たファンフェア、ファンフェア、イギリスなまり出たよ。これなのよ、帰国子女だからね、うん、これでも本当に正しい正しい先生が隣について教えてくれたから第10回からは。そう、嘘だろうって思う。大変だよね。そうそうそう、面白かったな。うん、ね、頑張ってほしいです ね, ね, ね、頑張りますね、うん、はい、で最後に、お二人からリスナーさんに一言いただいてもよろしいですか？はい、じゃあ僕からいきます、はい、本当にアマネグレース君はですね、その英語の発音が結構毎回大変で頑張ってるんですけども、彼のいいとこがですね、
あの今後もまたどんどん出てくると思いますので、うんうん、ぜひ好きになっていただいて、そして、競馬学校のことも、みんなで一緒にこう楽しく学んで、行ってもらえたらなと思いますので、ぜひ引き続きよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、改めまして下月エリ役の水瀬祈です。そうですね、このお話を見て多分、まあ、春のアニメということで皆さんも新生活とか新学期とかいろいろ新しいことを始める時期でもあると思うので、まあ、ユウやね、シュンを見てこう人それぞれいろんな個性がねあるからこそ自分というものが際立つと思うので、新しい環境でねこういろいろ悩むこともあるかと思いますけども、ぜひこのアニメーションを見て一緒にこう踏み出す勇気みたいなものを受け取っていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、はい、お相手は、はい、有村優役の矢野翔吾と、風並俊役の土屋島と、天音グレイス役花江夏樹と、下月エリ役水瀬祈でした。バイバーイ。